ぐさ。え、何してんですか？ん、ぐさ、ぐさ、ぐさ。あ、僕聞かないですけど。なんで？僕無敵なので。ヒゲさん無敵だったの？はい。これは痛い？かゆい？あ、何も感じないで。マジ？はい。で、え、なんで？ぐさ。うわあ！結構太ったな。はい、よろしくお願いします。シャケナダムです。うわあ！うわあ！見た？今。見ましたよ。見た？あの、ネームプレート。見ましたよ、なちゃん。俺ら全員で1万円くらい使ってるぞ。一人、仲間外れ。仲間外れじゃないよ。ダメだよ。持ってないだけなんだよ。そうだよ、誰だよ、今言った人は。いや、ヒレオさんだよ。今自分で言ってたよ。出てこないよ。出して。出して、あ、出てきた、出てきた。ナイス、ナイス、ナイス。はい、あ、撃っとく、撃っとく、撃っとく。はい。なんかめっちゃ押されてるんですけど、見て。あ、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 見た？ヒルさん見た今。あ、見てましたよ。俺めっちゃ、押されてた見た。見ましたよ。吹き飛ばされたよ。あー、怒っちゃったんだ。てか今日なんか武器癖が強いね。え、ほんとだ。今日の武器。あ、これチャージャーじゃないんだ。え、ソイチューバーだよ。ソイチューバーか。ソイチューバーもチャージャーじゃない？違う？線が出るもん。あれ？あっちだ。こっち。そうそう。ナイスナイスナイス。撃て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 。見ててイルさん、俺押されるから。ほら。うなちゃん来ないでください。来ないでください。あ、イルさんも押されてる。何ですかうなちゃん。なんでイルさんも押されてんの？なんかうなちゃんのやつでやられちゃった。え、何？俺なんかした？うなちゃんが迫ってきたから僕も一緒に押されちゃったんだよ。あれ面白いよね。あれ面白くていいんだよ。ほんと触れてるわね。とりあえずノルマ行きましたね。うん、ナイス。あー、これ入れたい。適当に開けたけど全然出てこん。えい、ナイス。はい、ナイス。出たー。え、浮いてる。一人で浮いてる。浮いてる、うなちゃん浮いてる。見た？空で消えたぞ、今。超能力だよ、あれ。超能力。すごい、うなちゃん。僕の力だ。俺のって言ったじゃん今。無意識の僕だ力これ。無意識、あ、エスパーだったのイレオさん。はい、エスパーヒレオ。そうです。なんか昔そういう芸人さんいたよね。エスパーヒレオだって。気のせい。はい、なちゃんちゃんとやってください。はいはい、呼んでますよ。守ってください。次こっち来るから。カサ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 。ぬれ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 。いや俺今ね、みんなのこと助けるから。いい、ナイス。危な、うなちゃん危ないですよ。僕やられるとこですけど。ごめんごめんごめん。あー、来てる来てる、それ来てるよ。ムグラちゃん来てるよ。ヒロさん、エスパーエスパーエスパー、エスパー助けて。エスパー戻ってきて。エスパー来た、モグラ。うい、はい、僕モグラ派だから。おい、二人で食べさせんなよ。お腹壊しちゃうだろ今の。うなちゃん食べたらまずいからやめな、モグラさん。モグラって食べれんの？あ、俺のことを食べ、そういうことか。何ちょっと俺美味しいけど。いつから俺美味しいよ。自分が捕食する側だと思う。俺は食べられる側だったのか。捕食される側ですからね。弱肉強食の世界の弱い方じゃないか。あー、落ちちゃった。やられたい、イレオさん。やられてるんですか。傘のノックバックがお気にしてたらやられちゃった。いいね、僕やられちゃうんですけど。でもなんかアップできてたけど、アップできてたけどさ、鮭にも影響あるのかな。え、武器の強化されてたらさ、鮭でも強化されてんのかな。あ、そうじゃないですか。だよね、多分。まあいいや、関係ねえや。助けて。何話だった。あ、なんでもない。関係ねえやって。関係ない話しないでください、そんなこと言うなら。
うるさいよ、文句ばっかり言って喧嘩越していきなり、なんか、いきなりなんか。しようと思ったのに、なんか関係ねえやとか言って、自分で勝手に終わらせて、勝手に始めて勝手に終わらせたら、僕ついていけないでしょ、話。うるさい、うるさい、もう口が出ない。ほんとだ、ずっとこれ。逆だ。逆って何？出せ出せ。いやいやいや、こっち側だなって。これだなって、ほら。無理無理。どこゲルさんもうスペシャル使っちゃっていいぞ。とりあえず、とりあえずあのトルネードしといた。おい、こう倒していく。俺のおかげ。しっかりと俺のおかげ。このシャケたち倒しとこう。はい、ナイス。いい感じですね、いきなり。お、自分はやっぱ出たぞ。任せろ。出たぞ、これ。どうした？うれうれうれオッケー、いいです。うるさん、ナイス玉か。うがナイスな顔なんだ。ナイスな顔なんだ。大きい顔の間違いではありませんか、ひるさん。ひるさん、そういえばさ、風船みたいな頭してるじゃん。してないですね。普通にパッと見さ、いや、なんかさ、パッと見風船みたいな頭してる。してないですって。飛んでいかないのかなと思って。飛べないのかなと思って。だから、嫌われるんだ。どれにだよ。みんなにだよ。みんな俺のこと実は嫌ってたのか。動画見てる人たち。そうです。え、そうなの、みんな。悪口じゃないよ。飛べるんじゃないかなって、いいことじゃん。飛べたら嬉しいじゃん、誰も。味方なんか聞いてるよ、この話。ひろさん？頭でかいは言い過ぎた。言い過ぎた時は何て言うんですか？ごめんなさい。え？違かったの？ごめんなさいかい。え？ごめんなさい。あー、まあ許さないですけど。じゃあ間違ってんだ、これ。ごめんなさいより、いい言葉があったんだ、なんだろうな。ひるさん。はい。ちょっとガム食べながらやるわ。は？ダメですよ、失礼ですよ、僕。なんで？なんでガムくちゃくちゃしながらやるの？汚いんですよ、音。聞こえんの？くちゃくちゃしてる音。聞こえますよ。嘘だろ？耳良すぎだろ？食べながら喋るのやめてもらっていいですか？普通にお行儀悪い。だってガム、だってな、口が寂しかったから。口が寂しかったからガム食べたかったんだよ。うなちゃん知ってる？ああ、言っちゃった。口が寂しい人はね、うわー、人はあれなんです。なんだあれって。早く助けてくれ、医療さん。ミルク離れできてない証拠らしい。赤ちゃんってこと？俺、赤ちゃんなの？ずっと大人だと思ってたけど、俺赤ちゃんだった。バブバブ。キモ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 いんですけど、女の子なんですけど、マジで気持ち悪いんですけど、ドン引きなんですけど。今までいろいろありましたけど、わ、今までにないぐらいドン引きなんですけど。嘘、一番、え、何？スプラ3で動画一緒にやってきた、はい、史上一番気持ち悪かった。いや、2も含めてですよ。そんな、え、2も含めて今まで一緒にスプラトゥーンしてきた中で一番気持ち悪かったです。バブー、うわ、キモ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 。一人で赤ちゃんプレイしてる。プレイじゃん、赤ちゃん言葉って言う。赤ちゃんプレイは違うだろ。赤ちゃん言葉もキモいだろ。赤ちゃん言葉って言う。いやだ、無理なんですけど。ひるさん、もうちょっと今気持ち悪かったぞ。いや、うなちゃんですよ、気持ち悪いの。本当に無理ですよ、僕。うれぇ、かっこいい今の。本当に無理ですよ、本当に無理。あげれない。もう言わないから許して。いやですよ、もう。言ってほしいんかよ。違う、そういうことじゃないバブー。うわ、キモ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 。バブー。けど、だって今言わないの言ってほしそうにしてたじゃん。え、言わないからって言ったら嫌だって言ったじゃん。違いますよ、気持ち悪いです。じゃあ、ひるさんがやってよ、赤ちゃんなんだから、3歳児で。だって僕は赤ちゃんですけど、喋れんですから、うん、バブーなんて言わないんです。
賢いんだ。バブーなんていうのはね、おじさんぐらいだよ、うらちゃんの。うわぁヘビにやられちゃう。なんで俺はさ、人生一周してんの。おじさんだったり赤ちゃんだったりさ。だからいっぱいいるんですよ、それは。もうこんがらがるからややこしいことやめてくださいよ。おじさんなのにバブーって言わないで。だから俺が人生終わっちゃってんじゃん。人生が経過してんじゃん、そのバブーで。おじちゃんなんだから。わかんない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 。いや、わかんないわかんないじゃない。俺もわかんないよ。ダメダメダメ。理解ができないから俺もわかんなくなっちゃうの。わかる？いや、僕の方がわかんない。頑張ってもらっていいですか？ねえ、うん。頑張ってもらっていいですか？打ってくださいよ、これ。打ってます、打ってます。ほら、見て。見れないですよ。味方がやられてるから。余裕ないんですから、僕は。味方の方やられてるから打ってあげて。無理、大砲の人。別の大砲の人。俺ずっとかも、ずっとヘルプしてるよ、もう俺が。打ってくださいよ。怒ってる味方に、それ俺じゃないからね。僕は僕怒ってます。皆さん俺と勘違いして味方に怒ってる。あ、違う、勘違いしてないです。あ、そう、勘違いしてない。じゃあ怒ってんじゃねえか。怒ってんですよ、怒ってんじゃねえか。僕は怒ってんです。ヒデオさん、あっち左からプレッサー。やだやだ、怖い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 。左からプレッサーのプレッシャー来てるから。左とか右とか分かんないんですから。なんでさ、賢いのにさ、その左と右は分かんないの、赤ちゃんだから。違いますよ、両利きだから右とか左とか分かんなくなっちゃった。それはお箸を持つ手と、あのお椀を持つ手っていうことじゃん。両利きでも右と左は分かるよ。分かんないよ。なんで分かんないの。それは大人じゃないから。だってこの前体操したしようと思ってさ、足踏み体操やったの。ヒレさん、待って、やって。どういうこと？だから足踏み体操やったんです。足踏み体操って何？え、あの手と足動かしてその場でこう高振動歩ってる。なんでそんなことしたの？まあそういうのをやったんです。やる機会があって。なんで学校でも行ってんのかな。学校行ってないですけど職場でそういうのもあるんです。何それ、何それ。職場？はい、スミシーワールドで。あのその辺はもう説明できないから聞かないで。やってたの。僕は病気だから、手と足分かんなくて一緒に出しちゃう。それはやってれば慣れないかな。いやだから分かんなくなっちゃう。やってる、毎日やってることなんだ。なんで分かんないんだろう。分かんない分かんない分かんない。だから分かんないんだって。じゃあちょっと足踏み体操、これ筋抜いてるアゴメやろう。そうだ。なんだよ、見たいじゃん。うなちゃんがやればいいじゃない。足踏み見たいもん。だって足踏みできない。できるできる。できない。よいしょ、ナイス。てかなんか今回簡単だね。うわー、くさ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 。いや、だ今回簡単じゃない。簡単ですね。ねえ、楽だよ。食ってくる。ほらだってカニちゃん残ってるし。あ、できなくなっちゃったよ、ほら。あれ降ってくんですよ。何が？上から？はい、ああ、知ってるよ。あ、それ俺の。ねえ、飛んないで。うなちゃんだ。もう。ヒロさん見てて。はい、足踏み体操。ほら、足踏み体操第1位。なんで何も言わないの？言わない方が面白いだろ。